ははいさんこんこにちのです、えー、それではですね今日はあのお行政書士の今年の試験をですね、えー、受験されたあ行政書士受験生のためにですね、えー、行政書士のアドバンテージを生かそうというタイトルで、えー、行政書士試験の特に民法と、えー、司法書士試験の民法とのですね違い並びに、えー、レベルうについての、まあ、簡単な解説をですねさせていただくという機会を得ております。 えー、今日、この映像は Zoom で、えー、今、リアル生同時配信で聞いてくださっている方とそれからの各レックの本校につないでおりますので、えー、あの皆様方が何人、えー、お聴きいただいているかどうかはちょっと私からわからないんですけれどもあのせっかく受験をされてまだ、えー、間もないこの時期ですからね、えー、皆さんもいろいろまだ高学心がむくむくと湧いている時期だと思いますから。えー まあ、あの結果的に不運そうなんだということで、終わったとしてもです、ねえー、決してあの無駄にならないようなお話をおしていければなと思っております。約四十五分ほどの時間をいただいておりますので、えー、どうぞです、ね。最後までお付き合いいただければと思います。さああの行政処置の受験生の方には。 はじめましてということでもあるかもしれませんが、えー、簡単に自己紹介させていただきますと私はレックで、えー、もう22年、えー、司法書士の講師をやっております、えー、運野と申します、えー、合格年度は平成8年、えー、大学3年生当時最年少合格でもって1回目の試験で司法書士試験に合格しております。で大学3年生ででですすからまあのー、まだまだ就職活動等ももきたんですけれども まあ大学3年生で合格して一応就職活動を冷やかしでやりましていくつか司法書士の資格のネームバリューでえー全く就職活動という活動をしなかったにもかかわらず。 すべての企業においてですね最終面接まで行けまして、えー、いくつか内定をいただきましたがもともと私はもう司法書士になりたいと思って司法書士を、ねえー、取りましたのであのの、まあ、内定をいただいたんですけども申し訳なく、えー、辞退させていただいて、えー、大学4年生から司法書士の事務所に勤務をしております。で大学4年生で所所所目卒業して別の事務所に1カ所 そしてそちら2箇所経験をした上で今度は中途採用でとあるノンバンクのほうに転職をいたしましてノンバンクでもって1年半ほど法務部の債権改修業務に従事していた経験がございます。 で当時まだ23歳とかの年齢で、えー、当時にしては1400万の年収をもらってたんですねあの時の1400万いってどこ行っちゃったんだろうといまだにずっと謎なんですが、まあ多分飲んじゃったんだからタクシーで全部使ったんだから覚えてないんですが、まあ、たかなか23歳、4歳のです、ね、年齢でそれだけもらっているといろんなことが狂いますからねいろいろ散財をした記憶だけは残っております。ただあまりりにもやっっぱ激務でちょっとです、ね、正直 続けるのに困難をきたしましてそちらのところは1年半ほどで辞めているというようなところでありますでその後ちょっとですねリハビリかねて軽い仕事をなんて思ったのがいいところマレックさんの教材作成スタッフ募集とかいうねその甘い言葉に連れられてレックを申し込んだのが運の尽きでまさかそこからあ,のあ,あっという間に講師としてですね、まあ、デビューして今に至るとはとても当時は思っていなかったんですけどまあ 蓋を開けてみれば、22年の半期にわたって講師をし続けているという状態ではあります。で、えー、私自身はあの司法書士の資格をそれこそ受けた後、当時もやはりあの受験の時期は10月だったんですね。えー、今から26年前です、26年前ですね、えー。26年前、そうですね。26年前、えー、あの行政書士の試験は当時は あの小論文がすごくウェイトが大きかったっ、ね、今でいうことの行政,手続き行政事件訴訟法なんていうのが存在しなかった時代ですからね、えー、平成8年という時代です。でですので 私はあの文学部卒業ですので文章を書くのにはあの人一倍自信があったんです小論文なら任せておけということで小論文、腕にものを言わせてですねあの使用書士試験を受かった後に2か月ほどの勉強で行政書士を受験して合格をしておりますただ、当時の,ねあの行政書士と今の行政書士は全く違いますからあの私自身が皆さん方に先輩数を吹かせるつもりはもうとなくというか今年の行政書士の民法の問題難しくないですか。私あの 今回のお話をいただいて急遽ですね慌てて解いたんですがいや難しいないやちょっとびっくりしましたあの、えー、正直、司法書士よりも難しい問題が何問もございましたので、えー、その点、本当に皆さんに,本当に敬意を表するというかすごいなと、えー、本当にこれは別に大世辞とかじゃなくてあの司法書士の講師を長らく続けてきた、えー、普通に,あの、まあ、本当にあの生の声というかね すごいな、この問題っていう問題を皆さん、くぐり抜けてこられていや本当にあの、えー、頑張ってこられたんだろうしこれで、えー、ちゃんと点数をきちっと取られている方というのはすごくしっかりとした質のいい勉強をされていらっしゃったんだなという,ふうに思います。ですのでそういったところも含めてちょっと今日は全部の問題を対応させるわけにはいきませんけれどもいくつかあのスタッフに選んでもらった問題をですね、えー、見ながらちょっと説明をしていこうと思います。でですので <laughs> あのあ 今日は民法の問題をですね使いましてどこがどう違うのかそして、えー、もちろん行政書士の方の問題の方が難しい問題ももちろんありました先ほど言った通りですね今年の問題本当難しかったとそ,そ,うそう言われてませんかちょっとあの最近渋谷駅前本校からちょっと私も、えー、あまり講義をしなくなったんで横水先生と会うことが少なくなったんで話する機会がないのでいまいちちょっと横水さんとは話してないんですが、まああの 横文先生のコメントは聞いてはいないものの私個人の主観としてはいやすごい難しい問題特に今日取り上げようと思っております意思表示の27問。 ですとか、物件的請求権の29九問、えー、こういったあたりは、いやすごいなあというふうに本当に心底を驚きを隠せませんし、驚きました、えー。ですのでね、ちょっとそういったところをお伝えできればと思います。さあ、それではじゃあ今日あの皆さんにお配りしているのがこの行政書士試験のアドバンテージを生かそうというレジュメなんですが、この中にはですね、行政書士の試験問題は収録されておりません。ちょっと大人の事情で、えー、司法書士試験は法務省 管轄なんですが法務省ですと、問題というのはリンクフリーでいくらでも使ってもらっていいですよ、商業利用 OK ですよということですぐさま法務省のホームページにアップされるんですが行政書士の試験問題はこちらは行政書士の試験団体の方の使用許可を得ないと使用できないあの使用許可申請はさせていただいているんですがちょっと、ね、今現在まだ降りていないそうなんです。でででですすすので問題はは移ことががきないいいいんですが今日お手元にご準備しててたただいているまたは 持ってきていらっしゃらない方に関しては、まあ、レックの方で、えーまあ、あの急遽、いわゆる受験生が持ち帰ったものをコピーさせていただく分にはセーフらしいのでそれをお渡しさせていただいているのでちょっとそちらをご覧になってみてください。そして、えー <coughs> このレジュメの方は司法書士の加工門から抜粋したものということになっていきますでは早速、ちょっと皆さん行政書士の方の問題の問題の27問をどうぞご覧になってみてくださいさあ27問目、意思表示に関する問題これ本当に難しかったんじゃないかと思います27問目、行政書士受験生の生徒率は21%ということでいや、あの。 正直司法書士の出題だったらばどれぐらいのパーセンテージになるかなと予想したんですが、うん、まあ、21にはならないとしてもですねさ、えー、ほどその60%を超えるような正答率にはならないと思います、えー、非常にこれ難しかったと思いますよ特に一番厄介なのが厄介なのがですねその足の5ですよね私も一度 あの飛びつきたたくなったんですで私、いつも受験生に言っているのがこういったあの単純正合型問題いわゆる新しいもの、えー、または間違っているものを1つ選びなさいまた組み合わせ問題、えー、に関してはとにかく短い足一番短い文章のものから飛びつけまたは手を振っている足に、えー、飛びつけと。手振っている足というのは パッと見た時にもう問題をやり込んでる人だったらあこの足のキーワード全部読まなくてもですよ全部読まなくてもそのキーワードが浮かび上がってくるイメージとしてはキーワードが浮かび上がってきて「わ私で解いて」っていうねそ,のそれはもう浮かび上がってくるっていうのは 体感できた方でなければ「は」っていう感じだと思うんですがそれはそれだけ過去問をやり込んでるという証拠だと思いますつまりあの過去問で、えー、一番こう目につくキーワードがまさにこう手を振って、えー、同じ文章ななのににに浮かび上がっっててくくる、ね、本当になんか立体的になってくるんですよでそのキーワードがポン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 ってこう浮かび上がってきて「私を使って」っていうねそういうアピールをしてきて「おじゃあ使ってやろうじゃないか」って言って全文を読んでみると「あああの女あの女あの過去問で出た足まんまね」っていうそういったものを あのに飛びつくかまたは一番短い文章量のものに飛びつくかしなさいとで決して1から先に解く、ねま、だ上から先に解くなどという風な、えー、ルーティンにせずにですねあのなるべくこう 自分があのこ,うこれぞと思うものにから読んでいくといいよで私、まさにだからこの問題たときに5を見たんですよ、一番短いからです、一番短い、まあ、もちろんですね2 2の、2の工事の方法っていう文字が浮かび上がってきた、ああ,のもあの工事、漢方の工事の論点ねということがすぐ分かったのですけど、まあ、2はちょっと長いからなと、えー、5の方がまだ産行ですから短いなと思って5にえ飛びついたんですけど、一瞬、私もへ,へっと思いましたよ。 まあちょっと使用者真ではこういったきっかけはないので今までなかったのであの新鮮だなと思ったのがいわゆる意思表示の受領能力これはの未成年者もしくは成年非後見人は意思表示を受け取る能力がないでその意思表示を受け取る能力がないがゆえにその <coughs> 意思表示を未成年者または成年非後見人に対してしたところでその意思表示を持って言ったよねということを未成年者またはその成年非後見人側に対抗することはできない。 お丸じゃないかと思いきやうん制限行為能力者、えー、って言ったら未成年者と成年非公権人以外にも、えー、非補佐人、非補助人も含むようなあ引っ掛けかということでそこで気がついたんですね、えー、ですので、えー、5はあの下手すれば引っかかっちゃうんじゃないかで私と同じ思考回路で一番短いものに飛びついた人が5で丸、はい、丸って、ね、やってしまった可能性が高いなと思いましたのであーこれで21%の生徒率なんだなということがあのの なんとなく分かった次第なんですが、でもこの引っ掛けは秀逸だと思いますよ。司法書士ではこういった引っ掛けは今までありませんでしたけれども、えー、まあここで引っかかっちゃった方多かったのかなというふうな気がいたします。で司法書士でこの論点を出すのであれば、これ九十八条の二の本文なんですが、ちょっとですね今日のレジュメの二十四問目の四の一っていう、えー、ちょうど二十四問あ違う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 二十四問じゃない平成五年あ平成二十四年の四問目。えー 体系番号って言ってるんですがあのレックの合格ゾーンって、えー、体系番号、投資番号というのがこの5の19、ね、で括弧の中が平成24年の4問目ということなんですこの5の19または平成24年の4問目の一っていうのを見ていただくと、えー、司法書士の試験ではこの同じ98条の2の本文を出すときは必ず、えー、ここまで、えー、あの こここまで出していいく可能性が高いこれですね意思表示の相手方が当該意思表示を受けた時に未成年者であった場合でもその法定代理人が当該意思表示を知った後は表示者は当該意思表示を持って相手方に対抗することができる。 割ととこここまででしてくることが多いですねつまりあの未成年者または成年非後見人に対して意思表示をしても受領能力がないからその意思表示を持って対抗することができないにさらにもう一歩進んで「でもね」と成、えー、年後見人や未成年の法廷代理人が意思表示を知ってし したあは憑依者側としては言ったよねということを思って指示表示をしたことを持って相手方に対抗することができるいわゆるもちろん行政書士の過去問でもここまで出ている問題ありました。ですから別に行政書士の方が深いよって言いたいわけじゃ全然なくて、あのただ行政書士の試験だと割と受領能力の点だけを聞いてくるよりかはその受領能力がないことを当然知っていることを前提とした上ででもその未成年者または成年非公衆人に に意思表示をしちゃっても、も未成年者の法定代理人、または成年非後、見人の後、見人がその意思表示を知った後は言ったよね。という意思表示をしたことを主張対抗することができる。ここまで聞いてくることが多いということではあります。ただ、あのこの問題、またまた27問目に戻りまして、実は27問目の2。これ。 めちゃくちゃ難しいんじゃないですか、よくこの問題、あの。いや、私もこの問題飛びついたんですけれども、あの司法書士の試験でも、えー、よく出るからなんです。二十、それこそ同じ、このページの、えー、あという問題、ちょっと見てください。これは司法書士より行政書士の方が、うん、断然難しいです。司、え、法、ー、書士の問題は、あ、公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日。またはその掲載に変わる、掲示を始めた日、以下、公示の日から。二週間を経過した時は、あ、公示の日に。 のって相手方に到達したものとみなされるといわゆる、これあの騙された脅された、ね、意思表示をしてしまった人がその意思表示を取り消そうとしたときにところが自分を脅した本人騙した本人がどこの誰だかわからない、ね。 じゃあそういった時にどうやって取り消しの意思表示をしますか取り消しの意思表示をしようにも取り消しを、意思表示を、えー、伝える相手がどこの誰だかわからないでこういったような場合には公示による意思表示ということで官報に、えー、取り消しの意思表示を掲載してもらえればいい。で 官報に取り消しの意思表示を掲載してもらうことができるわけなんですがこれはあの官報に公示をした日から2週間経過したときに相手方に到達をしたものとみなされるというのが98条3項司法書士ではここ止まりなんですよでところが今回のちょっと問題は映せないんですが、えー、行政書士の27問目の足の2、ね、これは。 こちらの官報に計上を始めた日から2週間を経過したときに相手方に到達したものとみなされるがここまでいいですねここままででででいいすすねはその通りです相手方に到達したものとみなされるが2のところ、表依者に相手方の所在を知らないことについて過失があった場合にはその到達の効力は生じないうわ、正し書き来たねっていうね。 私もさすがに公議では98条3項で止めてます。正しい書きまではあのうん話してませんね。えー、ですので正しい書きの存在を知らない可能性は非常に高かったんじゃないかと。まあよくここまで踏み込んだなと。えー、あっぱれあっぱれというかまあそれは。 あの難しいことを聞くっていうのが果たして、ね、どうなのかという思いはありますよだからスルーしちゃって他で解ければいいわけですからですから、まあ、その意見はいろいろあると思うんですがこれは正し書きの条文知識をしっかり知っておかないといけなかった問題いわゆる司法書士の出題よりも難しいと思います。 さあそして足の3もこれは改正点を聞いてみますよねいわゆる到達主義の例外として契約の承諾の意思表示に関しては今までは発信主義だったのが到達主義に改められたという31年の債権法改正点をちゃんと正面から聞いているすごいなと思います。そして足の4 これも司法書士の問題で難しいんです、えー、司法書士の問題ですとやはり先ほどと同じ、えーの19えー、年度に直すと24年の4問目の「をという問題を見ていただくと司法書士は各地者に対する契約の解除の意思表示は表依者が通知を発した後に死亡した場合でもそのために効力を妨げられない。 という出題形式になっておりますこれはあの条文通り、えー、憑依者が通知を発した後に死亡してもその効力を生じない、97条3項の条文通りということになりますところが、27問目の足の4というのを見ていただくと、えー、ちょっと問題文、映せないんですが、意思表示は、憑依者が通知を発した後に制限行為能力者となった場合でもその影響を受けない、ここまでは、司法書士の今のおの問題と同じです。 受けないが契約の申し込み者が契約の申し込み後に制限行為能力者となった場合において契約の相手方がその事実を知りつつ承諾の通知を発したときには当該制限行為能力者は契約を取り消すことができるおそこまで来たか、えー、そこまで持ってきたかというところではありますいわゆる、使用書士では今97条3項止まりで出題してきたものを今回は526条の条文を合わせ技で聞いていますよね。 でこの一つの足でもって2つの条文を盛り込んでくるというのは、えー、もちろん、ね、あのこの足の4のような出題をした年も司法書士でもありましたけれどもでもその先ほどの2と4といいです、ねえー、いやすごいなと、えー、難しいここまで来た行政書士、えー、もう本当に侮れない。ということはあの行政書士の受験生からの司法書士受験生への、えー、まあ ある意味、移行というものに関しては、かなり明るいんじゃないかな、というふうには思った次第です。まあ、この二十七問目、正解は詩の二番でしたね、二番ということになっていきます。ではあの、続いて、今度は二十八問目、いいんだ、二十九問目。ちょっとご覧になっていただいて、さあ、では、あの。 物件について、えーまあ、物件と親族相続がめちゃくちゃあの深い出題をしてくる司法書試験、じゃあ物件だとどうだろうということを29問目、物件的請求権のところであの比較をしていきたいと思います。こちら、正答率34%、いや、低いですよね、低いですし、単純正語ですから、答えの1足が分かるか、または4足が分からないと答えられない、非常にですから、そういう意味では、組み合わせよりもレベルが上がるということにはなります。 で実は使用書士試験って組み合わせが 9. 9割なん99%なんですよ組み合わせが99で最近では個数なし単純正誤もなしですですから、そういう意味ではです、ねえー、組み合わせだと最短2足で平均3足の正誤判断で答えが出ますから単純正誤よりも組み合わせの方がレベルが下がるんですね。 でその点えこの問題を単純正語で、えー、出してきているというのは行政書士を恐るべしだなと本当に思ったんですがで私はこれ案の,定案の定とかいつものように一番短いものから呼びましてで一,番一,番一番短いものが、まあ、あの足の2だったもので、えー、2のところですよね、えー、で2のところを、まあ、読もうかなと思ったんですけどその1と2のところでもすぐ名義という言葉がパンとこう目に映って目にし 飛び込んできましたからああ物件的請求権で名義、登記名義って言ったらあの例の売却をしたけれども、登記名義はまだ不法占拠者である、ねえー、建物所有、建物を建てて登記、えー、をした不法占拠者がその建物を売却した、でも登記名義はまだあー B のままであってこの時物件的返還請求権の相手方としてその建物登記名義人に対して、えー、物件的請求行使できますかって、あの論点ねって。 とうことはもうすぐ分かりましたんでパッと見ても0コンマ何秒かであもう1と2はもう名義名義登記登記っていう言葉が出てきましたからあ物件的請求権のあのえー 昭和35年半例ねと平成6年判例か平成6年半例ねとすぐ分かりましたので、まあ、1、2から順当にいきましたで1、2を見ますとあの女これは建物所有者 B がその建物の登記を事故の意思でもって登記をした上でところがその建物を C に譲渡しただから現在の所有者は C だけれども B は建物の登記名義人であるでそうすると土地の所有者 A は登記名義人である B に対して建物の宗教土地明け渡し請求の被告とする。 することができるという平成6年判決を聞いているので、これは当然丸とでこの足の位置に関しては司法書士と同レベルだと思います。平成、えー、これですね。次のあのレジュメの方の11の18年度で言うと、24の8のかっこ4っていうのをちょっと見ていただけますか？全く同じじゃないですか？ 4まあ、若干、文章長いですけど A 所有の高土地にある落ち建物について B が所有権を取得して自らの意思に基づいて所有権移転の登記をした後と落建物を C に譲渡したものの引き続き登記名義を保,存保有している時は B は A からの落ち建物の宗教及び土地明け渡し請求に対し落ち建物の所有権の喪失を主張してこれを拒むことができないいわゆる自分にはもう建物所有権はないと主張して、えー、建物宗教土地明け渡し請求を拒むことはできませんよ。 でこれよくどう説明しましたかあたかも177条に類似する関係が見て取れるからだっていうふうに説明しましたよね。177条に類似する関係177条というのは自分に登記がななければ物件変動を対抗でできいいというあの規定ですでなぜ今回177条に類似する関係がこの場面に見て取れたんですか これはですね物件変動というのは何も物件を取得する場合のみならず物件を失う場合も含みますつまり B はもう建物の所有権を失ったんだという物件変動は自分に登記がなければ第三者に対抗できないということです。B は自分がもはや建物所有権を失ったというですね物件変動自分に登記がなければ第三者に対抗できない。 つまり自分はもう C に所有権を移転して自分は所有権を失ったんだという物件変動を B は所有権移転登記をしなければ C に対する所有権移転登記をしなければ A に対してその所有権の失ったことを主張対抗できないまさに自分に登記がなければ物件変動を対抗できない177条に類似する関係が見て取れる。じゃななんんでで類似なんですかここ なんで177条そのものだと言わなかったんですかこれはですねまあちょっとなんかもうえっとこの講義になっちゃってますがいわゆる物件変動を第三者に対抗できないという第三者というのは177条の第三者は当該不動産について利害関係を有する第三者なわけですよね今回 B さんが物件変動について自分に登記がなければ対抗できないというのは建物です でところが A さんは土地所有者ですですから建物の利害関係人ではないんですねよって177条そのものではなくて177条類似の関係が見て取れるなどというふうに説明をしていく、まあ、司法書士だとここまでの知識を知っておかないとちょっと厳しいかなということではあります。 そして同じようにですねちょっと今回あのピックアップしなかったんですがちょっと画面を見ていただくとこの平成6年判決いわゆる、えー、所有権移転登記をしなければ土地所有者に対して自分は所有者じゃないと対抗できないだから建物、宗教土地、明け渡し請求を食らっちゃうよ、ね、という論点については実は司法書士の試験でちょっと今画面上をご覧になっていただいて30年の7問目にこういう問題が出てるんですねこういう問題が出てるんです。はいえー の A のを所有する高土地の上に B が無権限で自己所有の落つ建物を建てた後とつ建物につき B の妻である C の承諾を得て C 名義で所有権保存登記がされた時は A は C に対して高土地の所有権に基づき建物宗教土地明け渡し請求することができますかできませんか。 つまりこれあの建物名義人は妻の C なんですよ。 建物名義人妻の C. に対し、土地宗教建物、あ失礼しました。建物宗教土地明け渡し請求できるという。あの理屈を使えば、いや、妻の C. が建物名義人だから、あのできるんじゃないのとね。いうふうに思いますよね。ところは答え、えー、答えは、そう、できるんじゃないので、できるんですよ。できるんです、えー。失礼しました。できるんですよね。で、これは、あの、なぜかというと、えー、これは、あの、あできでき、できないんだ。失礼しました。できないのね。なぜかというと、た、土地の所有権、えー、建物所有。 所有権を現に取得してそして自分の意思で登記をしたものしか被告になることができないからです今ちょっと2点3点しちゃって申し訳ない、えー、建物所有権を現に取得しそして自分の意思で登記名義建物の登記名義を経ものしか、えー、被告にすることはできない今回は自分の意思で登記名義を妻の C は得ていますが建物所有権を取得したことがないので被告的格を持たないということなんですもう一回言いきますね、えー、建物宗教どちら 土地明け渡し請求の被告的確を持つ当事者的確は、えー、建物の所有権を現に取得しそして自分の意思で建物の名義人となったものに限られるだから今回は C はあの承諾をしてますから自分の意思で名義人になってるんですが所有権を取得した事実がないので、えー、請求できないで丸ですね。もう一つ、い A の所有する高土地の上に B が無権限で自己所有の落つ建物を建てた後その建物の所有権保存登記をしないまま C に落つ建物を譲渡だ B が建物不法占拠建物を建てました登記しないまま C に譲渡しましたで、えー、この建物について一番最初にやる保存登記という新築後、一番最初にやる保存登記をしていません。さあこの落つ建物につき A の申し立てにより処分禁止の仮処分命令がされ裁判所書記官の嘱託による B 名義の所有権保存登記がされたこれはちょっとあの皆さん不動産東京の知識がないとちょっときっついんですがいわゆる新築して保存登記がない建物について差し押さえや仮差し押さえ仮処分というようなですね処分制限の登記が嘱託されてくると実は裁判所からの嘱託こういう登記をやると やってねっていうお願いです。こういう登記をやってね、差し押さえ登記、仮差し押さえ登記、仮処分登記、まあ仮処分が何なのかわからなくていいですよ。ただ差し押さえだったらなんとなくわかるんじゃないかと思います。差し押さえ登記やってね、仮差し押さえ登記やってね、仮処分登記やってね。ところが調べてみたらその建物は最初にやる保存登記が未登記だった。このような場合には登記官が職権で保存登記をしてくれるという規定になっているんです。 でこの A さんがあ仮処分の申し立てをして、ね、仮処分してねって裁判所から登記官に連絡が来たんだけど登記官が調べてみたら保存登記未登記だったこの場合には当機関が新築後初めててややるる保存登記を職権ででってくれるんですじゃあ B 名義の保存登記を職権でやってくれた場合この時 A は B に対して公土地の所有権に基づいて建物宗教土地明け渡し請求をすることができますか。 つまり B は被告的確ありますかないですよね、ないんですよ。なぜかというと、事故の意思に基づいて登記してないからですよ。登記官が職権で登記をしたに過ぎないからと。今回は、えー、建物の所有権を B は取得した経緯がありますだけれども、事故の意思に基づいてその建物登記を経ていないのでこの場合には、事故の意思に基づいて建物登記をすることが必要という要件から、被告的確を持たない。 というようよな出題まで出ておりますですから、えー、そういう意味ではあの今回の29問目の足の1ですね、えー、並びに足の2、ね、そこのさらにこう、なんていうでしょう、えー、一歩、二歩進むようなところが出題されているのが司法書士の、えー、現状と。ところが、一転して足の3、すごいですね、足の3は。 逆に司法書士でも出ても,もう捨て足だねなんて言っちゃうところだと思いますこれはの工場帝当についてのです、ね、帝当権,権の効力が工場帝当法により工場に属する建物に備え付けられたあ、えー、動産ですかにも及んでいるということを前提とした問題でまあよく出したなというこれ昭和の年代の。<coughs> えー、古いですね、あのー、判例を元にしておりますから、まあ、よく出したな、まあ、これはちょっと判断できなくても仕方がなかったんじゃないかなと思います。そして足の4これはですね司法書士でもしょっちゅう出てくる論点ですむしろ司法書士と同じような問題、えー、とですね11の足のあ10という体系番号の足の「あ」。 え11の10じゃない11の20か失礼しました11の20だ11の20の足の輪ですね11の20の足の輪と全く同じですよね、まあ、若干ちょっと司法書士の文章が長いですけどもでも言わんとしている判例は同じなので本当同レベルの問題が出てきていると思いますそして足の529問目の足の5これもまたすごいの出してきましたね司法、まあ、書士はよく出しますけどよく出しますっていうほどじゃないか、まあ、時々出ますけれどもこの いわゆる所有権留保の問題司法書士でもまあ5年に1足2足っていうような出題頻度をまあまあそれをもう正解足でよく出してきたなとあの私は12を判断した後すぐ5を見て5で×ですぐあの、えー、それで判断したんですけれども、うん、ただこの問題の正答率が34%というのも納得かなとちなみに司法書士受験生の正答率に換算したら多分この問題だったらば。 えー、いやでもそんな変わらないかな 40%50% いくかいかないかぐらいのレベルになってくるんじゃないかな生徒率はと思いますではあ次に30問目に参りましょうか30問目は留置権についての問題これは一定してあの非常に良心的な問題でしたよねで足の1こちらはあ司法書士の問題ですと、えー、体系番号が25-9の,9の 25の9じゃない25の18 25の18っていう体系問題のちょっとページ番号を全部通して振ってないのであれなんですが441ページってページ番号になってます25の18の E の問題と同じですよね25の18の E と同レベルということになります30問目行政書士30問目の足の2が25の18の E と同レベルというかまあほぼ同じ そして続いて30問目の行政書士の問題、足の三これは25の12戻りまして25の「のあ」と同じ問題ということになります。ですから、多少司法書士の方が文章長いような気もしますがでも同じ判例知識を使っている30問目の足の三と司法書士の25の12の「あ」が同じということになりますね。でえー ですから、あの留置権のこの問題に関しては、非常に司法書士と似ているというか同レベルだと思います。で、行政書士の受験生すごいなと思うのは、これちゃんと87%の正答率もあの取っていらっしゃいますから皆さんもしっかり勉強していらっしゃるんだなと。ただまあ、司法書士と行政の違いを申し上げると、司法書士ではですね。1問で。えー あのなんとか情報量をたくさん聞いてやれというで古速な問題をよく出すんですよ、それがですねちょっと戻りまして25の,25の9という問題をちょっと開いていただけますか平成13年の9問目になります、のつまり、これ架線を付した A または B の部分のいずれか一方のみが判例の趣旨に照らして正しいものの組み合わせ。 要するに5つの足の整合判断を聞いておきながら実はその実10個の知識を聞いているというですねもうだからいかにして問題量を増やしていこうかというその、ねえーまあ、試験委員のギラギラ感が出てくるようなこういう問題が特に低等権と寝て等権の比較先取り特権と留置権の比較などで、えー、担保物件のところでよく比較してくることが多いです債権、まあの分野でも債権、えー、者代と債権者取消権でやってくるなんてこともありますね。ですからこういったような問題は、まあ 非常に司法書士は得意としている、得意というか、えー、司法書士受験生が得意なんじゃなくて、試験委員が好き好んで出してくると、それからですね、やはりあの留置権を聞いておきながら、時効も絡めちゃうとかいう、その一粒で二度じゃないですが、いろんなこう論点を絡めてくる、例えば25の、またちゃこっちゃ言って申し訳ないんですが、18の絵、25の18、体系番号で言ってます、25の18。 の絵なんかを見ていただくと30年の13問目ですね留置権者が留置物の所有者である債務者から留置物の返還請求を受けて訴訟において留置権の公弁を主張した場合であっても非担保債権についての消滅事項の完成猶予の効果は生じないつまり例えば、えー、車の修理をしてですね車の修理をして でえー、修理費用を払ってもらっていない修理業者が修理した車を手元に留置しているとでそしたら車の所有者から早く車返しやがれって言って留置物の車の返還請求訴訟を受けたで訴えられちゃった修理業者訴訴ええらられれちゃったで訴えられた修理業者が、えー、こちら修理代金払ってもらうまで、えー、車返しませんこれは留置権の抗弁です。 修理代金払ってくれるまで、えー、車返しませんという留置権の公弁を主張した場合さあこの時、えー、修理代金債権についての消滅事項について完成猶予の効力が生じますか、えー、ということになるわけなんですで、えー、こちらの留置権の公弁を主張したことによって、えー、この その留置権の抗弁を主張したことがじゃあ修理代金債権についての消滅事項の、えー、かつては中断今は時効の完成猶予の効力を生じますかという論点まさに時効の論点とこの留置権を絡めてくるなんていうことをよくです、ね、していきます。本当にこの事項はあのー 一緒に出せるときは絶対あのセットで出してやろうと言って他の論点についても、まあ、狙われてきますからこういう総則と物件債建と物件なんかを、ね、絡めていくような問題が司法書士の一つの特徴だと思ってみてください解説はあの後ろのページにありますからどうぞご覧になっていただいてでは続いて、えー、行政書士の問題の32問目ご覧になっていただけますか債権者代についての問題ですこれ、正当率88%ですから皆さん頑張りましたね88%の問題と。 で32問目、レベルとしてはそうですね司法書士の問題よりちょい優しいかなぐらいのですからあの決してこれ司法書士の問題、えー、とかけ離れた、えー、とは全く評価できない、ね、この点のレベルだったら司法書士でも十分、出題されてくると思います。足足ののののこここれととろろ あ違うかな、足の三か、足の三のところが、えー、司法書士の問題です。と、三十六の十四のをと、完全に同じですよね。三十二問目行政書士、三十二問目の足の三、司法書士の三十六の十四。体系番号三十六の十四のをと。ですね、えー。完全に同じということになっていきます。<laughs> 改正点ですね、えー、再建法改正点からの出題です。そして、足の四。 これも、同じく三十六の十四の足の糸と同じ出題ということになりますで。いずれも改正点ですから、行政書士の試験でも非常に改正点。しっかり出しているんだな、という感想がありますで。司法書士の方でも、非常に改正,改正点はあのバンバン出してきておりますから。皆さんの昨年の、ね、勉強が、もし司法書士の方にこれから勉強されるのであれば、あの生きてくるんじゃないかなと思います。 では続いて、えー、行政書士の問題でいうとこの33問目、33問目まあこの問題あのー、すごい問題出しましたね個数問題で債権法改正点ばっかりっていう、ね、いやこれ司法書士の試験で出しても多分50、50%の生徒率はいかないと思います。 で司法書士の試験では個数問題も死に絶えたんですね、個数問題死に絶えましたから、その点、行政書士の皆さんの今までの頑張りの方があが敬意に値するのもう本当にす,すごいと思います、司法書士は個数問題がもうこの5年死に絶えましたので、もう私たちも個数はないよというふうに言っています、ですからこういった個数問題はいまだに出しているというのは、すごいなとで、この行政書士の33問目、45%の生徒率ということなので、決して低くないんですよ ね、ある程度、行政書士の、うん、講師ではありませんからこれが45が低いかどうかという判断自体はちょっと私の主観になりますが、えー、司法書士の受験生だって45から50の間じゃないですか,だから本当に皆さんの再建に対するあの勉強姿勢というのは本当にすごいなと思いつつ、まあ、ちょっと比較をしていくと足の「あ」のところですよね。えー、33問目の足の足 これはいわゆる危険負担についての債権法改正点536条第1項今まではいわゆる債務者の奇跡性なくして一方債務が履行不能になったとき反対債務も消滅しますかっていう話として論じていた危険負担ですが今回の債権今回のっていってももう三年経ちますが債権法改正によって、えー 一方、債務が債務者の奇跡性なくして消滅したとき、反対債務の履行を拒めますかというふうに、改正によってガラッと変わった。この論点ですで。足のあについては、いわゆる代金債務の支払いを拒むことができるので、足のあは×だったわけですよね。これ、ちょうど同じ論点が、四十二の二司法書士だと、四十二の二のあで出てきております。これだけ見ると、えーまあ、同レベル。 あのちなみにこの42の2は平成元年の15問目でこの当時は個数問題が10問ほど出てたんですよ。ですから個数問題があの出題されていますが最近はもう組み合わせが99%になりましたから、えー、個数はもうなくなっているとお考えください。さあそれでは続いて司法、えー、じゃない行政書士の33問目の足の「う」足の「う」を見ていただくとこれはいわゆる「 えー、契約不適合による代金減額請求についての問題。 とということなので足の「う」ちょっと読み上げるのは控えますが「う」は×足ということになりますでこれに匹敵する司法書士の問題が44の15の「い」というのを見てほしいですね、44の15の「い」ちょっとこっちは見ていただくというかあの法務省の方で、えー、別に出してもらっても構わない扱いなので44の15の「い」ちょっと写して見ていきますと。 まあ、お手元のご自分のご覧になっていただくといいと思うんですが44の15の e「E 売り主があ種類、品質またはあ数量に関して契約の内容に適合しない目的物を買い主に引き渡した場合において売り主が利口の追加を拒絶する意思を明確に表示したときは買い主はその不適合の程度に応じて代金減額を請求するために利口の追加の再告をすることを要しないということでこちらの問題は「い」イは「丸ということなんですね。で、えー これが行政書士の33問目の「う」とどう違うのかというとですね、まあ、あの行政書士の33問目のうは「う」はこの足場ということですがその減額請求することができるかどうかを端的に聞いてますよね。ですが、司法書士の問題ではいわゆる履行の追加の催告が必要かどうか。えー、いわゆる 再告なくして減額請求が可能かどうかまでもう一歩踏み込んで聞いているとただ単に代金減額請求の要件を聞くのみならず代金減額請求の前提としてその履行の追加の再告が必要かどうかというところを聞いているという点がちょっとだから少書試験の方がちょっと踏み込んではいるということになっているのがお分かりになるでしょうかいわゆる563条の 1項止まりの出題なのがあこの行書の33問目ですよね、563条の、えー、1項2項か、2項止まりで、それに対して2項3項まで、まあ、踏み込んでいるのが、司法書士の試験という形が、まあ、若,若干違うかなという気はいたします。で続いて、同じ33問目の行書の33問目、お、おの方ですね。おの方 えー、こちらも罰足なんですがいわゆる契約不適合による、えー、これはの失権行と呼ばれるですね不適合を知っただから1年以内にいわゆる通知しないといけないよという失権行絡みの問題なんですがこれもやはり44の15の「お」っていう司法書士の。 えー、令和3年今年今のの問題問ですこれちょっと見ていただくと売り主が種類または品質に関して契約内容に適合しない目的物を飼い主に引き渡した場合であっても飼い主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売り主に通知しなかった時は売り主がその引き渡しの時にその不適合を知りまたは重大な過失によって知らなかった時を除き飼い主はその不適合を理由として損害賠償請求をすることができない。いわゆる 執権行についての問題について、えー、種類または品質に関して契約内容に適合しないというここまで限定しているという点ちょっと注意してください。いわゆる行政書士の33問目の足の尾は引き渡された物が契約内容に適合しないとしか書いてないんです。で契約内容に適合しないといとうのは何も 種類、品質について適合しないのか、権利、数量について適合しないのか、実は分けられてましたよね、執権項が適用されるのは、種類、品質について適合しない場合であって、数量と権利について適合しない場合には、執権法の問題は生じなかった、そういった細かいところまで、法書士は聞いてきます。でさらににこの執権項に関してはですね その例外として通知をしなかったとしても執権行が働かない場合つまり売り主がその引き渡しの時においてその不適合を知りまたは重大な過失によって知らなかった時は執権が働かないよというその例外の部分までも聞いてきているですからなんてでしょうあのすごく細かく聞いてきているという感じはあの皆さんにお伝,え伝わるんじゃないかなと。 33問目の「O」でいうところの契約内容に適合しないという言い方ではなくてその適合しないのが種類品質の適合をしないのか数量または権利について適合しないのかについての場合分けも必要だしさらに1年内の執権行についてその執権行が働かない例外も知っておかなきゃいけないこういったようなところが消費書士と行政書士のまあ今回の問題に関しての話ですから一般的に絶対そうだとは言いませんが違いかなというふうには思っております。 さああの今一通りあのお話をさせていただいたんですけれども、えー、もちろんです、ね、あの先ほど言ったとおり資表示の問題、えー、などに関しては行政、ね、書士のレベルの方が高かったんじゃないのというぐらいのレベルをあの今年出している、ね、そういった意味では民法の出題のレベルというのは本当にあの皆さん方今まで勉強してきた何、えーえー、て言うんでしょう 質の高さというのを伺えるものだと思うんですが、えー、物件のところなどに関してはまあ、全体的にこれ以外今日取り上げなかった部分を一通り拝見したんですがまあ、物件のところに関してはさすがにま司、あ、法書士の方が難しいかなという感想を持ちましたでもこれだけの問題を解かれてきた経験をお持ちということは司法、まあ、書士を仮にこの後受けようというふうに思ったのであればものすごくアドバンテージになっていくと思いますでもちろんですねその行政書士に、うん、なりたくて行政書士を受けたのになんであの方が した直後に今度は司法書士進めるのかよなんてうそういうつもりはもうとありませんし皆さん方のね人生ですから皆さんがどういう生き方をしていくのかというのは皆さんが決めることですし私たちはただその時にその選択の中にもし司法書士が終わりであるならばその司法書士を合格するためのアドバンテージにものすごく強く作用しますよということだけは申し上げておきたいなと思います。そしてあのちょうど今こののののタイミングで年の合格目標のですね司法書士の 講座が続々と今、えー、開講しておりますちょうど私のところでもあの今日この後お1時からですね、えー 始まったばかりの民法の講義がスタートしていきますから、えー、皆さんもしあの興味がおありの方はですね、どうぞあのお問い合わせ、また今日新宿アルタワーに来てくださっている方はこのままあのちょっと顔を出していただくこともできますので、えー、そのちょっと見てから決めていこうかなというような方であるならば、どうぞ遠慮なく参加していただければと思います。それではあの今日はあの行政書士のアドバンテージを生かそうということで、えー、民法の行政書士の今年の問題と司法書士の過去問とで少し比較をさせていただきました。 え皆さんのですねちょっとした、えー、参考になれば、えー、非常に幸運です。それではあの私からの話は以上で終了させていただきます。皆さんどうもご清聴ありがとうございました。